暑いですね。ソギューさん、めっちゃ晴れ男なったんじゃん。あ、橋にノアの箱舟みたいな。すごい、よかった、よかった、よかった。あ、そうなんですけど、初めはちょっとアジサイという歌から始めたいと思います。この曲は二公園のお姉ちゃんのことを歌った曲で、まあ、すごい古い曲なんですけど、お姉ちゃんと最近仲良くなれだしてすごい嬉しいです。ちょっと一時は仲が悪かったんですけど、その時に作った曲なんですけど、今すごく仲良くなってきて、お姉ちゃんがきっかけで私は音楽を始めているので、とても感謝してます。ああ、記念された
ありがとう、アジサイでした。あの2年前に山音でフリーランポでさせてもらって、それ以来になんですけど、呼んでもらってありがとうございます。多分1年目は多分出てないと思うんですけど、結構昔から出させてもらってて、あのいろんな思い出がありますが、さっきちょっと言ったんですけど、なんか一番おもろかった思い出っていうのが、うちのソロの後にチクさんが出番やったんですけど、でチクさん、そのもっと何時間も前にこの辺でかな、なんかすごいもうベロベロに酔っ払ってんのを目撃してて、これ絶対来られへんのちゃうかな思ったら、案の定来なくて、全然来ないから、あのステージからチクさんチクさんってみんなで呼んでたら、千田さんが来てこんなのトネットの千田源氏の千田さんが来て、なんかひょうひょうとあのセッティングしてライブ始めたっていう思い出がヤマトにはあります。それが一番面白かった。で多分チクさんその日ライブしてないっていう、やっぱさすがやなと、もう目線合えへんみたいになってたから来るから。そんな山音も15年続いてて本当すごいなと思って、ソギュさんおめでとう、すごいみんな言ってて、15年すごい。じゃああれ、昨日初めて見たんですけど、もっかちゃん昨日出てたもっかちゃんと一緒にちょっと一曲したいなと思います。昨日も飛び入りしたんですけど、ありがとう、初めて見たけどすごかった。こっちなんかちょっとリバなんか言ってくるの、はい、やりながらまさか完成ようかな、でも出てるよ、やりながら。お兄ちゃんは初めて岐阜で会ったの。皆さんも。
Oh, yeah.
同じ部族やったやろ最高やな、最高最高。もらってくださいもらってくださいね。もうなんか どこ行きはるんですかどこで何しはるんですか今から風呂や前も風呂やってた。エディさんおもろすぎんねんけども、どこに住んでるんですかだらけや、ここにおる人すごいな。もう15年経ってめっちゃあれやな。ほう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 
れた生ま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 れた、ちっちゃい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 赤ちゃん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 赤ちゃ
Oh.
どこ行ってたんだかなあ、もっかいになんかすごいとこ連れて行かれた感じ。 ありがとう。いい、もうあのなんかビールでも飲んでください。じゃああのちょっとすいません、長くなってるかもしれへんけど、最後に一曲、あのスペシャルゲストがまたいるんです。もうあのヤングなスペシャルゲストが、ベリーヤングなひかるちゃんと太郎ちゃん。ちょっともうすごい感じでしょ。ほら真面目な、この真面目なあの中学生と高校生、どういうこのね、そうそう、いつもあの裏で説教してます。そう、もうあの2人ともね優等生で、頭いいな、うちより頭いいな。うんってなあ、そうやろ、アホなんバレてた。いや絶対もううちよりはるかに抜いてますね。なんかうちのあの愛の塊っていう長男を産んだ時に作った曲をすごい気に入ってくれてるみたいで、ひかるちゃんと太郎ちゃんが、去年の10月にニューイヤーで、そこのニューイヤーで一緒に初めてやらせてもらって、すごく良かったので、また今日また一緒にやろうという話になって参加してくれることになりました。ペペ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 、チューニングめっちゃ下手くそです、すいません。あとあの3月、今年の3月に今歌った歌のもっと普通なバージョンなんですけど、CD になりました。コスミックのへそっていうアルバムが9年ぶりに、もうわけわからない、今9年ぶりに出たんで、うちも持っとくんで、であの今日私今淡路島に住んでるんですけど、新鮮な冷凍の魚をいっぱい持ってきたんで、ね、冷凍じゃないのもあんねんけど、ちょっといろいろ都合があって、タコとかタイとかそっちで売ってるので、ぜひ食べに来てください。あとね、友達がすごい一生懸命無農薬からカメノっていう古代米から作ったお酒、地酒も持ってきてます、淡路島の、ぜひ飲みに来てください。はい、ありがとう、飲みに来て、うちの店二人で、はーいって素直やな、はよ歌えっていう顔でバックのお兄さんたちに、まさかこんなね一緒に歌おうとは。はい、すいません。じゃあ最後に愛の塊、一緒に行ける方は一緒に歌ってください。生まれてくる子供はみんなお母さんを愛してる、小さな体に大きな愛を抱いて生まれてくる、
それは愛の塊そのもの。ああそれは愛の塊そのもの。
びに来てください。